公節三文字、あるいは、紅れない左文字は、南北朝時代初期に作られたとされる、日本刀である。日本の国宝に指定されており、広島県福山市の福、山美術館が所蔵している。国宝指定名称は立、立ち名、築修中左で、内刀名し白えが、月として指定されている。南北朝時代初期に、築全国の刀工である、初代左文字によって作られた。 日本刀である。左文字は、作刀に、左と、名する刀工一派の通称であり、左は、サエモンザブローの略であると言われている。本作は、板目の積んだ北へ煮えが強く匂い口深く明るく冴える作風、突き上げて帰る帽子などに、左文字の特色が顕著である。初代左文字は担当を得意としており、同行の作になる罪名の立ち分けうである。 公設サ文字の名前の由来は、後法上家家臣である、板部岡公設祭の博士であったことによる。板部岡公設祭は、後法上家支流、田中康之の子にあたり、当初は、後法上家に仕えていた。後法上家の衰退後は、豊臣秀吉に徴用され、秀吉死後は、徳川家康に仕えた。公設サ文字は、公設祭より家康へ献上されたものとされている。 また、公設さ文字が公設祭から家康へ伝わる経緯には移説もあり、日本刀大百科事典にて、刀剣研究家である福永水賢の説明によれば、1589年7月に、主名により上落した公設祭は、秀吉と面会し、佐田家が領する沼田城をご法上家に下すことを認めるならば、その対価として翌年に、 北条宇治政を上落させることを約束した。しかし、沼田城を手に入れた御北条家では、家臣である井の又のりが、沼田城のみならず、同じく、真田家領の名ぐるみまで脱出してしまい、これに起こった秀吉により小田原聖罰が行われた。北条家降伏後、秀吉は、公設祭を召して、約束違反の都がを質問し、質問に対して、降設祭は、名るみダッシュは、 北条家が行ったことではなく、井の又が勝手に言ったことである。仮に約束違反だとしても、主が相手それをするので、あれば、家来もそれに従うのが筋である。しかし、今に何を言っても、せんないことであるから、速やかに首をはねられよ、とどうすることなく述べた。秀吉は、公折祭の態度に感動し、公折祭の罪を許して、岡野という姓を与え、 自身の乙義衆に迎え入れた。また、公設祭は秀吉に仕えることになった際に、博士である公設さ文字を秀吉に献上し、後に、秀吉から家康へと与えられたものとしている。いずれにしても、徳川家康に渡った公設さ文字は、徳川頼信に与えられ、頼信はこれを帯びて、大阪の陣に参戦したとされている。以降は、紀州徳川家に伝わっており、 1933年1月23日には、当時の国宝保存法に基づき、旧国宝に指定される。1934年には、紀州徳川家にて競売に出されて24,300円で、長尾金いよいよにより落札される。その後、長尾美術館の所有となっていたが、戦後になり、美術館の所有を離れている。 1951年6月9日には文化財保護法に基づく国法に指定されている。2000年時点での所有者は中国パール販売だったが、同社は構成手続きを経た後2006年10月1日に F ピコ参加の F ピコ中パとして称号を変更した。また、元フトとは美術品の美術館における公開の促進に関する法律に基づく、 登録美術品制度によって登録され、所有者から広島県福山市の福、山美術館に帰宅されていたが、2018年に所有者から福山市に寄贈された。波長7 8 1トル、反り2 4トルの立ちである。作り込みはしのぎ作り、丸胸。身幅広く、喫先は中喫先のビル。地鉄は、板目肌に、地に付き。 地形混じる。波紋は参考文献によって、ワンレに互いの目混じる、あるいは大乱れに足入ると表現される。煮えが強く、匂い口深く、明るく冴える。帽子は、肺表は尖り心に吐きかけ、裏は乱れ込んで突き上げ、深く帰る。表裏にボードを丸止めとする。茎は、魔状で、茎先は切り目釘ぎ口は5個。 廃氷の胸よりに、蓄修中左の命がある。家康が作らせた黒うるでサメの内型名ごしらえが付属する。ありがとうございます。